どうもこんにちは、新田です。今日は全く私の専門外の話を、ちょっと最近のニュースを見て感じたことで取り上げたいと思うんですが、つい、先日、週末土曜日にですね、東京、全国で初めてですね、全国一斉に震度1以上が記録されるという、初めての、事態がありました。小笠原の沖の方で、大きな地震があったということで、震度が深かったので、幸い大きな津波もなく、近い小笠原の、母島の方も大きな被害はなかったんですけども、それで最近ですね、私ちょっと地震がこのところのですね、地震や火山がですね、活発期になっているということで、いろいろとですね、趣味でいろいろネット検索しているんですが、私はちょくちょくですね、野球の記事の興味もあって、夕刊富士のですね、ウェブサイトをよく見るんですけど、そちらでよくですね、夕刊富士本誌も含めてよく取り上げてるんですが、地震学者のですね、地震予知について、以前から結構前から夕刊富士は紹介してるんですけど、その中でですね、電気通信大学の名誉教授の、早川先生という方の、この、方の予想がですね、最近本当に恐ろしいほど当たってまして、先日の奄美の地震なんか、それから例の今の火山活発ですよね、地震、奄美の、地震なんかも当たって、でそして小笠原に関してもですね、小笠原大体の方向性、ちょっと予想していた震度よりは結局大きかったんですけど、ほぼ時期とですね、場所、地域は大体、ほぼ大体、起きるんじゃないかということが予想されて、続々と的中して、で昨日、週明けのですね、夕刊富士の、ザクザクのサイトでですね、やっぱ反響があって、過去記事も結構アクセス集まってるということで、ピックアップした記事も掲載しておりました。それだけで今、密かに注目されてるんですけども、で夕刊富士含めて、もう一人、島村先生っていう、武蔵野学院大学の特任教授という、この方の地震予知も以前からよく取り上げられていらっしゃるんですが、地震予知というのはですね、で、最近になって、なんとなくネット上で騒がれてる感じあるんですけど、実はこの国はですね、もう50年ぐらい相当巨額のですね、投資をしてきているそうですね。さっき僕もちょっとまだ全部正確な全容をつかんでないんですけど、さっきネットでざっと政府の資料を見ただけでも、本当に何百億というですね、各官庁関連の予算全部合わせると、それぐらいの、投資をしていた時期もあるようで、でさらに、いろいろとまた資料を見ていったらですね、大阪府の方で、これは提出している、大阪府のホームページの方にもアップされているようなんですけども、東海大学の海洋研究所に地震予知研究センターという、これは専門のセンターがあって、そこの、長尾先生あのがあの長尾さんという地震学者の方がいらっしゃるんですけど、この方も地震予知の研究されているそうなんですが、この先生はですね、地震予知っていうのは、3つ挙げてまして、超能力や予見と違って、通常科学のステップを踏めば十分可能と。で、日本では50年近く国家プロジェクトとして地震予知計画が存在している。しかし、それが予知を目指さない予知計画となっていることを国民は知らない。で、今こそ新たな視点での真の予知研究をスタートするときということで、やはりこれだけ、それなりに巨額のですね、国費を投入してきた割にはまともに成果上がってないじゃないか。で、その成果については、いろいろと、これ、島村さんを含めていろいろと批判をされていることですが、ただなかなかですね、ぶっちゃけ話ですね、夕刊富士で取り上げられているということは、まともにですね、世論のですね、メインストリームになってないということですよね。で、今のところ、結局そう、民間ベースの、地震予知というのは、本当に限られたリソースで、で先ほど、このところ的中されている、電通大名誉教授の早川先生のところも、地震解析ラボという独自のサイトを出してまして、アプリをダウンロードしますと、無料版と有料版で分けられて、有料版だと細かい場所とか位置とか特定されて、書いて、情報が書いてるようなんですけども。自前でなんとか賄って少しでも稼ごうというところだと思うんですが、微々たるですね、そういう形で、一部の民間の研究者でも、独自のそれぞれの、創意工夫がされているんですが、本当にですね、いろんな意見もある中で、やっぱりまだまだ全体的に見れば、世間的にはマイナーになってるわけですよね。で、やはり、
こういう一部の有観視が取り上げているものが、まあ、果たして今後ですね、まあ、NHK とかですね、まあ、大手の新聞社とかが取り上げるような、まあ、本格的な、まあ、まさにメインストリームのコンテンツになっていくのかどうか、まあ、実は結構そうやってみると、実はそこに地震大国であるがゆえに、もしかしたら世界最先端の地震予知の、まあ、仕組みを、もしくはかなり正確性の高いものを作ることができるイノベーションの可能性もあるんじゃないかと。ただまだまだ地震予知の民間の先生たちを、まあ、ある種、まあ、ちょっと、まあ、マイノリティ扱いしているところが、まだまだ日本の社会の、なんていうんでしょうかね、まあ、これ、マスコミ含めて、なんとなく、まあ、まだ前唾感というか、まだそういうものがなんとなくあるのかもしれないんですけど、まあ、やはりその日本の国、まあ、行政とかは、まあ、いわゆるやっぱりインテリジェンスという視点がですね、やはりいろいろな分野で欠けているとよく言われます。やはり情報についてはですね、やれる可能性を探って、いろんな検証をしてみるべきだということがあるんですけども、やはりこの問題についても、日本のその最先端の、まあ、日本では最も世界でも活発な地震国でありながら、でそれから、まあ、それなりに地震予知の機器を投入していながら、なぜ一部の民間の学者がなんとなく、まあ、それなりにちょっとは成果を出しているように知られていて、でそれで一方、いろいろと政府の巨額の、投資していたものが批判を浴びているのかと、そこら辺のことを全体的に見ていくと、まだまだインテリジェンス的な合理的な思考によって、まあ、政策決定がされてないんじゃないかなという気もしてきます。まあ、地震予知のこの一つを取ってみると、まあ、私は専門でないんで、もっともっと奥深い話がいろいろあると思うんですが、地震予知のこの、まあ、ちょっとしたこのニュースのサイトをですね、まあ、夕刊フジでぐらいしか扱ってないような、週刊誌レベルでしか扱ってないような、この辺あたりからなんとなく日本の国のこのインテリジェンス的な考えの弱さというのが見えてくるような気がいたしました。まあ、地震が活発期に入ってますので、いろいろと家具が倒れないような、もうそういう、あとか非常食を用意するとか、なんとなくなんかそういうような準備も必要なのかなという気はしているこの頃です。